どうも皆さんこんにちは、はたです。いや久しぶりすぎるだろ。しかもなんだよこの動画。いやーブリタのタンク型浄水器が素晴らしいってことを伝えたくて。にしても急すぎるだろ。皆さんはウォーターサーバーに憧れはありませんか？確かにあるけど維持費はかかるし、一人暮らしにはちょっと大きすぎるかなって思うよな。そんなあなたにはこのブリタ設置型の浄水器が超おすすめです。使い方はとっても簡単。上から水道水を入れるだけ。これならウサギでもできますね。いや無理だろ。一度に約 3.5 リッターぐらいは入りますので、1回満水まで入れてしまえば1日は余裕で持ちます。ろ過はちょろちょろと前立腺肥大症の人みたいな速度なので、多少待たないといけないのがデメリットでしょうか。その例えはわかりにくい。ろ過はカートリッジ式なのですが、ブリタには交換メーターがついているのでわかりやすいです。まあゼロになってもしばらくは全然飲めるんだが。さて気になる維持費なのですが、1個約680円、1個で約150リットルろ過できるので、 500ml ペットボトル300本分ですね。ってことはだいたい1リットル5円切るのか。安いな。これはこの製品が出るまでで一番大きかったアリーナ XL という製品です。正直料理にも使って、飲料水としても使っていると何回も水を入れないといけないので結構面倒でした。今さら構成内容を紹介します。上を開けるとろ過水槽部、真ん中にカートリッジをはめ込む場所があります。さらに外せば貯水槽ですね。部品というかパーツが大きいから洗いやすそうだな。これでお値段は約5200円。気持ち高い気がするな。でも買ってしまえば落として割らない限り一生使えますから、こんなもんでしょ。ということでいかがでしたでしょうか。一人暮らしでウォーターサーバーに憧れている人にはおすすめの製品だな。あとは飲料水は水っていう人と、ポット常設の人、料理にも使うって人には便利だと思います。そういえばポットにできるあの白いやつ全然できないもんな。美味しいお水がいつでも飲める環境をぜひ手に入れてみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくだぜ。バイバイ。